加古川市、加古川市は、兵庫県の市、特例市に指定されており、東張間地方の中核都市として機能している。兵庫県東張間県民局に区分される。兵庫県の張間地方の東側に位置し、東張間の中核をなす。毎年11月には市内を練り歩き、散歩することの楽しさの発見や人的交流、健康促進を意図した企画。 加古川2ーデーマーチが開催され、最大4 0トルの童程を踏破するために、全国から多数の参加者が訪れる。加古川市の名物は、勝目飯と、加護の餅。公共交通機関としては、JR 西日本の山陽本線、JR 神戸線と加古川線、そして山陽電鉄の本線が通る。市街地は、加古川町一帯、JR 加古川駅周辺。 平岡町一帯、JR 東加古川駅周辺、別府町一、山陽別府駅周辺に発展し、人口も山頂中心とする南部に集中。マンションが林立し、重化学工業地帯や大型量販店の激戦区となっている南部と、農村風景が残る、のどかな雰囲気の北部と、で全く景観があり二面性のある。臨海部の金沢町は、全域が、 神戸成鋼所の加古川製鉄所の敷地のため、人工礼人の町になっている。また、針間平野の東部に位置し地域は、全体的に平坦である。隣接する高砂市、加古群針間町、稲美町とは、旧加古郡、稲美郡内の市町として、つながりが深く、一体の都市圏を構成している。また、交通の便が良さから、神戸市、姫路市のベッドタウンとして発展る。 姫路島では、電車で、約10分。神戸市、JR 三宮駅までは、電車で、約30分。大阪市までは、電車で、約50分。加古川駅から新快速使用、日中時間帯基準の距離である。なお、神戸市への通勤率は12.0%である。平成22年国勢調査。兵庫県の南部に位置しており、市内を一級河川加古川が貫流している。 1950年の第7回国勢調査では9万7515人であった。その後は神戸市、姫路市のベッドタウンとして発展してきた。大阪市までは電車で約5 0分、加古川駅から新快速使用、日中時間帯基準の距離にいる。人口は右肩上がりに増え、1955年の国勢調査では10万414人と10万人。 超えた。さらに四方町編入前の第12回国勢調査では18万3280人であった。四方町編入後の最初の1980年の第13回国勢調査では21万2333人であり、1995年の第16回国勢調査では26万507人と26万人を超えた。その後は緩やかに伸び、 2005年の第18回国勢調査では26万7100人であったが2006年の住民基本台帳によると26万7089人になっており市政施行以来の初の減少を迎えた2010年10月1日の第19回国勢調査では初の減少となる26万6889人を記録したもののその後も微増を続けている 市の南部は人口が年々増加しているのに対し、北側は年々人口が減少している。138.51km。国土地理院地理情報によると、加古川市の東西南北それぞれの橋は以下の位置で、東西の長さは 15.83km、南北の長さは 17.85km である。気候は温暖であり、瀬戸内海式気候である。 市内では、比較的雨が少なく、基本的には、晴天が多い。冬には、雪が降ることがあるが、積雪することは稀。また、積雪も一冬に一から二回程度で、寒波の影響で、氷点下まで下がる日もあるが、夏は、猛暑日や熱帯夜になる日もある。気象注意報、警報の際には、兵庫県南部、兵庫県南東部、張馬南東部、加古川市に含まれる。 地震観測は、市役所、気象庁設置。地点名は、加古川市加古川町と、四方、防災科学技術研究所、加古川市、四方町で行われている。アメダスは設置されていない。上記経緯からわかる通り、米田町のうち、仙道、平津地区は、加古川市に、それ以外の地域は、高砂市に属する。実質上は一つの町である、ベータ町の中に、 高砂市の区域と加古川市の区域が存在する他に、郵便物の住所表記などで外部の人間は混乱しやすく注意が必要である。自主防災組織。2014年11月以降には、加古川市役所職員による不祥事が相次いで発覚し、岡田康弘市長が謝罪した。2011年11月18日、市議の渡辺明が、 小学2年の男児を引き逃げした疑いで逮捕された。渡辺は辞職。重化学工業、国宝、建具、ウール製品、靴下、タオルなど、靴下の生産量は日本一を誇る。臨海部には、筑工両国内上位の神戸製鋼所、加古川製鉄所と技術開発センターがあり、内陸部には、加古川を挟んで東西に、ウールメーカーの日本家より、 日家工場が899年から毛布やウール製品を製造している。その他には神戸牛の産地でもある。また多くの有名牛肉の元となる子牛の育成をしている。指定金融機関三井住友銀行。ただし信用金庫が加古川市内に本店を置く。市内の道路ではアジアハイウェイ、高速自動車国道、自動車専用道路、 一般国道、主要地方道は、すべての道路が舗装されている。8路線ある、27路線ある。自動車のナンバープレートの表示は、姫路ナンバーである。近接する明石市や小野市は、神戸ナンバーである。9、神の村の区域であり、1951年1月1日から、大あざの前に、神の町とつけた。旧野口村の区域であり、 1951年1月1日から、大穴の前に、野口町とつけた。旧小野江村の区域であり、1951年1月1日から、大穴の前に、小野江町とつけた。加古川加古の佐賀に位置しており、高砂市と接しており、山陽電鉄、JR 山陽新幹線、国道250号が縦断している。旧加古川町の区域であり、 1951年1月1日から大あざの前に加古川町と付けた。市内の中心部であり、加古川駅、市役所がある。旧西関木村の区域である。旧東関木村の区域である。旧舞田町の区域であり、1956年9月30日に大部分が高砂市に、残りの一部が加古川市に編入された。 旧平岡村の区域であり、1951年1月1日から、大和名の前に、平岡町と付けた。筒子や一式西、一式東などは、平成以降に新設。旧別府町の区域であり、1951年1月1日から、大和名の前に、別府町と付けた。旧四方町の区域である、旧八幡田村の区域である、 旧城総村の区域である。旧平僧村の区域である。以下の町村が、新興住宅地の造成などで分割されている。周廃郵便局、無周廃郵便局、簡易郵便局映画館ケーブルテレビコミュニティ FM。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。